三剣飛車破りは、将棋の先法において振り飛車の三剣飛車を破るために、編み出された先を。一般には、飛車船囲い急戦対美馬飛車にある四五歩、早地掛け対美馬飛車や四六銀左先方対、美馬飛車、三歩突き捨て急戦や二枚銀対美馬飛車、防棒銀対美馬飛車、石田流の冒金が知られる。また、相振り飛車対美馬飛車での中飛車左穴熊なども、知られる。 この他については、一社アグマ対みまびしゃ、左みの、くらいどり先方、ミレニアムが恋、えいしゅんりゅうみぎしま、うれし地下鉄びしなど、通常対ぶりひしゃに使用される戦術も使用される。振り飛車ゃ戦の中で急戦が一番常席化されているのが、対みまびしゃとされており、振り飛車には、角交換の格言、特に、みまび車に対しては、角交換を狙って、 指すのが、一応の基本となっているが、1八十一年十二月から1八十二年十一月、末日までの統計調査でい、被写体ぶり被写体後継のうち、対未まびしは、総計165曲があった。先方の統計調査では三七系四五歩、早地掛け先方が二十三曲で、この多棒銀が一曲、四六銀先方が七曲、五筋くらい取りが六曲、 玉とい取りが4曲、腰掛け銀が8曲、引き角が2曲、左美のが29曲、拒飛アナ穴熊が22曲、その他が6曲、である。37計45歩早仕掛けは、内定石系での仕掛けは5曲あり、結果は一飛車側が一勝4敗で、仕掛けてからがまた大変という典型例である。居飛車先手の場合は定石によってある程度戦い方。 仕掛け方が定まっているが、振り飛車先手であると同じようにはうまくいかず、仕掛けの形を作るのに苦労するため定石化が遅れている。このため4六銀先鋒や腰掛け銀、仕掛けは後の左身のとなる。事実この統計では4六銀先鋒が7局は全て後手ついであり、腰掛け銀8局中6局が後手ついであった。 図のような攻撃体制の早い石田本組に対しては、拒否者側が美野に早く組むことができる。右銀は5七銀と進める。早くの3三桂には7九角として、次に銀でを狙う。後手4五歩には4六歩で、同歩なら同銀に4四銀3六歩同歩。3五歩となるので、4六歩には4四銀4五歩同銀に4六、銀もしくは5四歩4五歩3六歩同歩5。 三角に七飛三六飛三七歩に六飛、同飛同角といった展開が考えられる。腰掛け銀右島型で、早くに攻撃体制をしく三四飛マイナス三三、桂ツ型石田流には、図より三八飛一四歩には、三六歩で、一三角は、以下三五歩同角三五同飛同飛四四角、三四飛五三角星三六歩で、同歩は、以下同銀に、 一三角三五歩で二四比には二八比四、二銀二六歩四五歩同歩七四比四四歩、三二金三四歩七六比三三歩星、同銀二五桂四六角三七歩四二銀、四三歩星同銀一一角なり。他に、図より三八比一四歩二五六銀一三角、五八金右四二銀四七金六二玉二二、八比で、以下七二玉二二六歩なら、 四五歩同歩七四飛で四四歩二五、二金左の展開もある。腰掛け銀右島型での三一銀型石田流については、図より四五歩同銀同銀八八角なり、同銀四二銀四四歩五二金左一、六角一四歩三四銀四七歩同広六、五角四五飛五四角四三歩正四五角三、二とである。一家に八飛に四八飛では同飛成同金に、 八飛四九歩に七角なり同角同角なり、四二と同金二二飛四一歩。五八金右は三四角同角五一銀などの展開が知られる。途中三二とで四五同銀には四三金四四歩。三三金四七飛であり、五二とならば三四角同角同飛六一と、同銀一六角五二角である。二八飛で三四角同角四四飛は四二とで、同飛は四八歩。 同金は4五銀、4九ひなりは5二と、3四ひは5二と同金1六角である。キエムキエム金という戦法がある。読み方は、キモキモ金。アマチュア騎士のマントが研究して、誕生、金の動きが気持ち悪いことから名付けられた。石田流三権筆者に対して用いる戦法で、図がその駒組み。七八金七七金六六金がその特色で、この金で、 盤面中央を制圧する。後手の出方にもよるが、この後先手は七七角八八比の向かい微車が、狙い筋の一つとなる。色物っぽい名前に反して、押し引きのある手順が続いていく。三軒飛車に対する三枚、ミの四枚ミのと違って、右銀を攻めに使用が可能である。先手左ミのとして説明すると、図より七三剣であるとに四歩の仕掛けが効く。 7三桂に変えて5一角でも、以下2四歩同歩同角に2比で、この場合は飛車に、紐がついているので5一角なりが効く。以下に8比なりであると6一場で、同銀ならば2八銀があるので、7八竜同玉6一銀4一比5に銀なりに1比なりが予想される手順である。2四歩同歩同角に3三桂には6、八角とし、以下2五歩に4歩に2比には4八銀7。 三角三七桂からに五桂を狙う。三剣飛車の場合なら島飛車と違って図より四五歩がある。これは、以下先手の二四歩同歩同角の時に二二飛では、なく四四角と避けることができる意味である。三七銀型は一飛車もこの時三剣飛車型からの四四角からに六歩で押さえる手段を牽制している。ハブのによると、先手三飛車に五手飛車四枚のでは、 先手5七銀型三剣飛車に対し3一角は、3七系でよく、8六歩同歩同角でも5七銀型ならば、以下8八飛8五歩8七歩である。7四歩でも6五歩7三系6八飛。4四歩から一歩持って4三金型にしても、学べ流になって三剣飛車が十分となるとしている。一方で、右銀を右に使う、後手拒飛車左美のは、千日手用で、 振り飛車が動けば、そこで手を作るイメージであるという。例えば3一角に3七桂は7三銀とし、以下5八銀で8六歩同歩同角8八、火であると7七角なり8にひなりに8二銀を見ており、5八銀に変えて5九角ならば一飛車同様の仕掛けで、8にひなりには、先手左美濃の時のように4九馬がある。このほかずのように3一角にあらかじめ8八、 日として受けておく手もある。以下73銀に59角とする。84銀なら、65歩75歩4八角を見ている。84銀に変えて22玉に,に65歩なら64歩、同歩、同銀で4八角には75歩同歩、同銀78比7、2比76歩66歩,歩、同銀76銀で7、75歩は67銀なり、65銀は77歩68比67歩。6 8 6 7歩 放置は77歩同銀67銀なりであり、途中75歩265歩同銀75歩は66歩、同銀同銀同角62飛で一飛車も手になると、解説している。戻って59角2た玉に振り飛車側も27、銀とし、以下に3銀38金32金96歩94歩で、37K42 角268角なら3、3一角から、1日手コース。 5、8、銀、5、7、銀、7、5、8、銀の時に七、7、5、歩、同歩六、6、4、銀七、7、4、歩八、8、4、飛7、8、飛7、5、銀で次に八、8、6歩や七、7、4、飛を狙う。4、2、角四、2、4、8、角、なら八、8、6歩、同歩、同、飛で、以下同歩同、同、飛同、角、8、3、飛悪く、8、角なりと、解説している。図は、神戸発陳戦法で以降では、カエルガピョン戦法として紹介されている戦法。 三軒飛車に飛車先を一歩止めているのが特徴。図1から1から5で3候補ならば2候補34飛、3候補同飛に4歩同歩同飛3金に金2、2ひなり同銀2四角3三飛だ4四角2五、飛3三角右正同銀二6歩などが一つの手順で、2二ひなりでは2八飛3三角でも一曲、図1から2以降は3三角なりから2一飛などがある。図からから、 後手が漠然と身のが濃い、先手は五六歩から先手が六八銀五七銀、左四六銀から三五歩では、以下三五同歩に五歩に三四飛なら、二四歩同歩四五銀三二飛に四飛で一曲。図三以降の左身のに構えた局面から三五歩には、以下二五歩三三角三五歩で一五角には一六歩とし、四八角なり同金三九銀なら三八飛。 4、8、銀、なり、同比、3、5、比で、1、7、角があり、以下、2、5、比、2、6、銀、2、4、比、2、5、歩で、1曲。手順中、3、3、角で、3、4、比は、3、5、歩同比、2、4、歩同、不、同比など。図3から2からは、3、5、銀、から、2、6、比などの展開が、ある。ありがとうございます。